水面に浮かんでいるのは様々なプラスチックゴミで、モニターを隔てていても嗅覚を刺激してくる。水面はほぼ埋め尽くされ、ハエや糞便が至るところに見られるが、数十年前、ここの水は直接飲めるほど透き通っていたのである。ここはインドネシア、海洋プラスチック汚染が最もひどい国の一つである。ここがこのようになってしまったのは、意外にも中国のある近隣に関係がある。インドネシアは、ゴミが散乱している国で、毎分平均1トンのプラスチックが注がれており、これらのプラスチックは川や海に分布し、サムの仕事はこれらのゴミの処理である。彼はチリウン川の清掃員で、毎日最も簡単な道具を使い、最も疲れ最も汚い仕事をする。2キロの川で、サムと同僚らは毎日8時間かけてゴミをすくい、1日で少なくとも 0.5 トンのゴミをすくえるが、仕事は永遠に終わらず、1秒前にきれいにしたのに、1秒後には住民がゴミを捨てる。この悪習慣はすでに根が深く、教育水準が高い人でさえ例外ではない。チリウン川は、インドネシアの首都ジャカルタに流れる主要水道の一本で、川はこの地区の3000万の住民に、便利なゴミ捨て場を提供している。毎日30万トンを超えるゴミがジャカルタ湾に勢いよく入り込み、ここはまさに川と海の混ざり合うところなので、海洋環境には非常に不利で、プラスチックは食べ物や他の有機ゴミと同じように腐らず、水の中に長く浸かると殺人兵器と化し、それらはマイクロプラスチックとなって、魚の体内に入ると、魚肉はその中の有害物質を吸収し、最終的に魚肉は人によって食べられるので、その危うさは推して知るべしで、妊婦が長期間取り込むと、胎児の先天性疾患を引き起こすしさえする。このプラスチックの時代に、プラスチック製品は至るところで見られ、インドネシアだけで毎年98億個のプラスチック袋と9300万本のストローを使う。これはとても多いと思うかもしれないが、マレーシアやシンガポール等の国と比べると、実際大した数ではない。ではなぜインドネシアだけこんなにひどくなってしまったのだろうか。これは他国にはプラスチック汚染をなくそうという強い意志があり、ゴミ処理システムが優れているからで。インドネシアは資金が不足し法的拘束力が弱く、ゴミ処理はずっとうまくいっておらず。多くの都市や地区は半分に満たない家庭しか定期的にゴミを集めず、農村は言わずもがなである。しかしゴミの収集能力不足は、その中の部分的な問題に過ぎない。なぜなら現在は、このようなゴミの埋め立て地であってもゴミが多すぎてもう積むことができないからである。インドネシアには、全国で約250カ所の埋め立て地があり、西ジャワだけで21カ所ある。多くは居住区に隣接していて、これは住民らに影響があることは言わずもがなで。臭い、騒音、汚染のあるこれらの簡易露天ゴミ捨て場は、ただ乱暴にゴミを積んだだけで、メタンガスは放出し放題で、地下水源を汚染しており、近隣の農地や家との間には何の隔たりもない。そこで一部の住民が抗議をし、悪臭保証費を申請した。インドネシアの法律によると、ゴミ埋め立地は必ず期限を決めて埋め立てる必要があるが、インドネシアの多くの埋め立て地は個人経営で根本的に法に基づいて処理してはおらず、現在現地で最大のゴミ埋め立て地はすでに3900万トンのゴミを放置しており、積んだ高さは40メートルでもうすぐ積めなくなる。そこで政府は焼却炉の建設を考えているが、効果はわずかだろう。なぜなら数千万の人がこのゴミ捨て場に頼って生活しているからだ。彼らはゴミの中からリサイクル可能なプラスチックを選んで回収業者に販売しており、1日に100キロを拾って約10ドル稼ぐが、にもかかわらず、回収業者も 60% しか回収したがらない。なぜならインドネシアの大型回収業者は比較的綺麗なプラスチックしか受け入れず、ゴミ捨て場にある多くは基準に合わないからで。だから彼らはさらに輸入に頼るのである。2017年、インドネシアは毎月1万トンのリサイクル可能なプラスチックを輸入しているが、55億ドルの世界市場がある中で、これらは貿易額の 1% を占めるに過ぎない。数十年来、中国の製造業の原材料に対する需要がますます高まっていたので、中国は先進国の半分以上のプラスチック、紙そして金属を輸入していたが、これにより土壌水と空気がひどく汚染され、最終的には高額な環境コストをもたらした。だから2017年に中国はリサイクル可能なプラスチックの輸入禁止をはじめ、それらの欧米から運ばれていたゴミは東南アジアの国々にやってきたのである。2018年、インドネシアのプラスチックゴミ出荷量は、前年より 141% 増え、これは回収業者にとっては大きなビジネスチャンスだが、環境にとっては逆に災難である。なぜならリサイクルゴミ以外に大量の有害ゴミがあるからで、検査が甘い製紙工場は密かにインドネシア行きのゴミに混入させていた。例えば薬瓶、油瓶などがそうで、これは製紙工場のゴミの中で占める割合が2017年以前の 10% から 70% に急増した。毎月インドネシアのリサイクル業界は通常約1万トンのプラスチックゴミを輸入する。
彼らはこれらのゴミを必ず良質に処理する規定があるので、輸送の全工程も検査をするが、製紙業界の規定は非常に緩く、このことが先進国に裏口を開いてしまい、多くの有害ゴミと紙が一緒に紛れて入ってくることになったのである。報酬として、インドネシアの紙回収業者はゴミを受け取る時により安い価格で得られ、彼らがやるべきことは、深夜に有害ゴミをこっそり埋め立て地か、村の外れに捨てることだ。常軌を逸しているのは、ある村はこの行為を非常に受け入れているということで、それは彼らがゴミ拾いで生計を立てていて、もし金属や電線を見つけることができれば、より稼ぐことができるからだ。残った価値のないゴミに至っては、豆腐工場の燃料として売ることができる。プラスチックの燃焼性は非常に良く、木材より安いので、環境にとっての被害は非常に大きいが、商人にとっては商売になるのである。人々にはまだ環境保全の意識がなく、たとえ道端にゴミ箱があっても、おそらく使わないし、ゴミが自分の視線内になければ、それはないものとみなすのである。このような状況下で、ゴミ処理システムをどうすればよりよく運営できるのだろうか。